おはようございます。豚グッズやってましたけど、今日は写真です。私の古い時の写真、古い時の若い時の写真。はい、どうだ。多分初絶句かな。5月15日生まれなんで、多分1年経ったあたりの初絶句じゃないかな。でも歩いてないな。立ってんな。すくっと立ってる気がするんで、ちょうど1年ぐらいかな。後ろが多分何かいただいた、こうなんか弓みたいなものの前で、これね、この後ろ、これなんか弓に見えるんじゃないですか。だからこれ多分弓、あ、矢だな、矢、弓じゃなくて、だからここになんか弓と矢のセットみたいなやつだと思います。でこれ木製ですね、木で、テーブルだけはなんかこれ周りになんかここに鋲打ちがしてあるんで、木のテーブルにこういうなんか細工というかなんか、テープみたいなのを巻いてあって、トゲが刺さらないようにしてるんだか、この辺は柔らかいですね。下の形が分かんないけれど、確かこの足をここの棒に引っ掛けて、反対こ、あの右足で漕いでたような記憶が、記憶じゃないなって言われた記憶がある。これ多分ジャンバーなのか反転なのか、この辺なんかあの肩が開いてる。でこれ前掛けエプロン、よだれ掛けってやつですよね。相変わらず昔からおでこは広いんだよね。ただこの当時は眉毛が長い、なんかこの辺あの傷なんだか、ね、手でクリクリいじって傷があるのか、この辺のほっぺは赤い感じがするけど、この指がなんか異様な形をして、これが多分親指、人差し指、中指、薬指、小指がね、昔からね短くて、ほらこんな短いんですよ私。なので小指に力が入らないあまりね、はい、もう全然ここの第一関節までもないぐらい短いですね、小指が。なるほど。だからこうやって指が離れちゃうのしょうがない。右も短い、悲しい。まあいいんだけど、はい、はい、原沢さんの多分1歳であろう時の写真、時代ですね、白黒ですね。はい、さようなら。